国吉駅は千葉県いすみ市刈谷にあるいすみ鉄道いすみ線の駅である。当駅を通る急行列車も停車する。鉄道 DVD などを制作している有限会社パシナコーポレーションに対して命名権の売却を行い、2009年10月1日から駅名が風そよぐ谷国基地となっている。これはいすみ鉄道が自然と共生する環境に優しい。 鉄道をキャッチフレーズとしていることから、ムーミンのキャラクターをデザインしたムーミン列車などを走らせていることにちなんで名前をつけたものである。また、パシナコーポレーションの代表取締役である、取塚良は、いすみ鉄道の当時の社長でもあるため、実質社長本人が当駅名の命名権を購入したとも言える。ただし、 デンタルサポート、大竹駅や三育学院大学区が原駅とは異なり、路線図などの旅客案内上では原則、風そ沿ぐ谷表記はなされておらず、当駅名の命名券が誰に売却されたかについては、公式サイトなどでは触れられていない。現在は再度命名券の募集を行っている。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。無人駅であり、駅舎は、 商工会との合築となっている。ホーム中央に警報機付きの構内踏切がある。他に、保線車両用留置線もあり、かつて、相模線や、くるり線などで活躍した、キハ3062が保存されている。推薦式の公衆トイレは、駅舎のホーム側に設置されている。構内の売店、バレー WINDS は2019年1月を、もって閉店した。 一日平均乗車人員132人近年の一日平均乗車人員推移は、下表の通り。いすみ医療センター、千葉県立いすみ特別支援学校駅北側には、国道沿いを中心に小規模商店や住宅が、点在している。駅南側には、いすみ川が流れ、数坂リア半の陣や跡となっている。統計資料、ありがとうございます。